ボラン全国のボランティアの人たちが、受け入れ先を作ったりというのではもうとても追いつかないような規模の被害がもう出てしまっているという中で、それを改善できるのはもう行政しかない。国が動いて、県が動いて、市が動いてっていう、連鎖を起こさなければこれは絶対に変えられないと、いうことがあったから、当然この裁判も始まっていますし、私たちもそれを、一般化するために東京での抗議行動、さらには、先週あの仲間が郡山市にバスでみんなで行って、住宅にこの疎開裁判の、チラシや、その集団避難の必要性といったものをポスティングするというようなことをやって、広げていくということをやっていたわけですね。ですから、その司法も、そういった現状がもう証拠資料でも明らかになっていて、かつそれは国が動かなければ変えられないということも含めて、私たちずっと法廷に証拠、弁護士が中心になって証拠を出し続けていたので、やはりそこをちゃんと踏み込んで、回答する、踏み込んで判決を出すということを本当にやってほしかったというふうに思ってますし、それを求め続けていかなければいけないと思うんですね。やはり、地方自治体は市町村は県に、県は国にっていうふうに縦割りでどんどん従っていってしまうのがこの国のあり方だと思うので、そこに横から別の論理で介入できるっていうのは、一つは私たち市民の運動っていうのがありますけど、もう一つはやっぱり三権分立って言ってる以上は、法がいやこれじゃまずいですよと、これじゃ本当に子どもたちが死んでしまいます次々とということを端的に、言ってもらうことの力っていうのはやっぱりすごいわけですよね。それは原発の差し止め訴訟でもそうですし、先日は、例えば先週はその水俣病の、原告が新しく認められるといった判決がやっぱ出てるわけですよね。そういう流れがあるのに、その被害当事者の訴えというものを、今まさに最大の問題になっている福島の被爆の問題、避難の問題で、やらないというのはやっぱり許されないことだと思います。しかし現実の被害っていうのはもう隠しようがないですし、当然この関東でもどんどん広がっているというのがある中で、それはむしろこうやって棄却してそれを出させないようにするっていうこと自体もメディアの方々に大きく報道して問題だというふうに言っていただきたいですし、それから最後にも案内があると思いますけれども、5月18日には私たち2月末に新宿アルタ前広場から出発して、デモをやったんですけども、その2回目のデモ、というのも、予定しています。この被爆の問題は、福島でチラシを配りをした時にも本当に反応が良かったと聞きますし、また私自身もデモの、指揮者として参加した時に、非常に町の人たちが実はやっぱり問題だよねと、危ないよねという形で、他のいわゆる一般的なデモよりも圧倒的に反応が良かったというのを経験しました。それはやっぱりどれだけ国や、世の中が復興機関除染で推し進めても、やっぱり現実に被害が出てますし、私たちがそれを完全に忘れることなんてできない。地震で揺れるたびにやっぱり事故のことを思い出すわけですし、収束作業だってずっと続いてる。そのことをちゃんと伝えていく私たちの歩みというのは、当然これで終わりはしないわけです。子どもの避難の問題もそうですし、それから原発作業員のとてつもない健康被害、その人たちの人数が足りないという問題、さらには福島のすでに避難させられた人たち、新たに避難していく人たちが何の住宅保障、お金の保障、生活、仕事の保障もされていないという状態、また放射性廃棄物の処分場を福島の一番被害を受けた人たちの場所に押し付けていくといった形で、もうとにかく本当にひどいことがやられすぎているわけですね。それを例えば他の国に敵意を煽ったり、アベノミクスといった言葉でごまかしていくという流れをやはり認めるという流れをもやっぱり反対していきたいと個人的には思っていますが、ただ今日の判決の中で放射能被害を一定出ているということを認めざるを得ないというふうに司法がまあ言ったのは、おそらくは311以降のさまざまな司法判断の中でそういうことをはっきり言ったっていうのは今までなかったんじゃないかなというふうに思うので、それをむしろ私たちはある種こう言ってるぞ、相手はこう言ったぞこう言ったぞっていうふうに活用していって、
今国はそういうものはないっていうふうに言うことでずっと必死に隠そうとしますけど、いやでも郡山、仙台高裁はこう言ったよということを、むしろ活用していきたい、きちんと言っていきたいと、思うんですね。私の友人、若い世代の友人も福島にいますし、福島からこっちに避難してきた人たちもいますけれども、結局こうやって明確な被害が出てもみんなが隠す、特に大人たちが隠していくという方向の中でもう何も言えなくなったり、将来何の希望も持てなくなったり、あるいは小さな子供だったら外遊びができないから体がおかしくなっていったりするという中で、じゃあこの国の未来はどうなんだと、一体その新しくこれから生きていく若い世代に対して何の責任を取っているんだ、これは本当に小さな子供の健康被害の問題も大きいですけれども、じゃあ中学生、高校生といった人たちがこれの先どう生きていくのか、あるいは、私もまあ、これから子供を産んだりするか、自分がパートナーともにそういう子育てなりをする時が来るのかもしれないですけども、そういった一で30代の人間が一体どうやって社会を作っていくのかということそのものを根こそぎ壊している現状なわけですよね。なんでそれを、それは地方だって全くそのこと自体はもうはっきり分かる状態に今なってるはずです。あまりにも、ちょっと普通に考えれば分かるはずですけども、それを結局、体制の論理とか法の論理でできなくなっていくということを、なんとか、乗り越えてほしい。少なくともこの4月末まで、絶対に2月3月にはもう判決が出るだろうと、私たちでも思っていたものが4月末までになったっていうのは、私たちの、運動や世論の力であると同時に、やはりその裁判官がこれはさすがに簡単に今まで淀上に跳ねのけちゃうのはまずいぞというふうに思ったという裁判官の中での議論というのがやはりあったと思うので、そこをきちんと発展させて、今後同様のことがあったり、あるいは私たちがもし今後もさらに裁判を続けたりするのであれば、その時にこそ、きちんともう放射能被害は隠せない、今すぐ子どもたちを避難させるしかない、そのための体制を作るしかないんだと国に対してガツンと、言ってほしい、と思います。すいません、何だって石川さん一言、まだ来られないからお願いします。私もすごく残念な判決だと思ってます。で、まあ、私たちから の、石川と申します。疎開裁判の取り組みを10月からしてます。それでやはり今回 の判決で低線量被曝の認定はしているということで、実際由々しき事態が進行しているっていうのは、まあ、甲状腺がんの子どもたちがもう出ているっていうことで、とても裁判官としては無視できないような状態だったと思うんですね。で、そういうことからするとやはりとても危険な状態っていうことが認めさせたっていうことが今後大きな状況になると思うんです。でやはり私たちは3つのアピールっていうのを今一番大切なことっていうのをやってるんですけど、子どもの命を守ること、子どもの被曝を今すぐ危険な被曝から安全な場所に避難させること、チェルノブイリの経験から学ぶこと、そういうことをもうこれからどん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 言っていくしかないと思うんですね。で実際には先ほど5月18日のデモを言いましたけども、それ以外に郡山で5月12日に講演会があります。で甲状腺疾患と内部被曝の問題ということで、北海道がんセンターの名誉院長西尾先生の方からの講演を行います。また第2回の講演としてチェルノブイリの全貌ということで、アレクセイ・ヤブロコフ博士の方からのお話もあります。そういうことで内部評価の問題をこれから徹底的に明らかにしていくっていうことを通しながら、内部を取っていくということをできれば思っています。それ言えばやすくてお願いします。
時間取った方がいいですか。もうちょっとじゃあ手柳原弁護士が到着されましたので、もう少し整理が必要なそうです。すいません。あ、そう違うか。いや、あれはね、あといいな、あの小出さんと松崎さんがもうコメント書いてくれたんです。今、小出教授とそれから、松崎、さんが、記事を、この判決のコメントを書いてくださったということなので、今、お配りしています。ぜひ、ご覧ください。弁護士も、かなりこう内容把握に時間がかかるようなかなり分かりにくい判決文だったようでして、まあ、それはあんまりはっきり、言ってしまうと責任が問われてしまうのでぼやかしながら書いているのかなという感じなども、しますこの会場に対して電話でコメントしてもらってます。聞いててどうですか。分かりにくい。じゃあ先にコメント読みますか。有意識の事態と現状で反省すること、結論的には却下という。その2つについて矛盾を。はい。では、先に今、京都大学の小出裕明教授と、それから医師の松崎さんからこの判決へのコメントをいただいておりますので、読み上げたいと思います。まず小出さん、訴戒裁判判決いただきました。私は昔から裁判には期待しないと発言してきましたが、改めてその思いを深くしました。判決は、直ちに影響が出るものではないと言いながらも、低レベル放射線被曝の危険そのものは認めています。そして学校だけ変わっても地域で生活する以上は年間1ミリシーベルトを超える被曝をしてしまい、避難移住をする以外ないと結論しています。その通りです。子供を年間1ミリシーベルト以上被曝させないためには郡山を含め汚染地から逃がすしか方法がありません。そうする責任が国にあると私は思いますし、そう主張もしてきました。それなのに年間1ミリシーベルト以下にしたいのなら逃げるしかなく、個人の力で逃げられないわけでもないのだから訴えに理由がないのだとしています。問題は子供たちに被曝を強いている責任が汚染地に取り残されている個人にあるのではなく国にこそあるということです。それを問題にできない裁判とは国家の奴隷のようなものですね。4月24日小出裕明。続けて、医師の松崎さんです。裁判所は福島原発事故により福島の児童生徒の生命、身体、健康について悠々しい事態の進行が懸念されると認定しましたが、通学先を変更しても残りの3分の2の時間汚染地域にとどまっているのでは意味がないとして訴えを却下しました。しかしこの判決は福島中通り地域からの全面的な疎開が必要であるという新たな運動の根拠を作り出したと考えます。子どもたちを含めた多くの人々の生命と健康を守るため戦いをさらに続けましょう。福島県の中通りでは放射能汚染によって悠々しい事態が進行中と裁判所が認定したことを武器にしていきたいと思っています。小出さんと松崎さんに、早速のコメントをいただき、ありがとうございますと、お伝えしたいと思います。はい、では、訴戒裁判の柳原弁護士の準備が整いましたので、この判決の概要と、中身を、そしてメッセージをお伝えしていただきたいと思います。よろしくお願いします。どうもこんにちは。こんにちは。お少なくなして申し訳ありません。今日は12時過ぎに仙台高等裁判所から、事務所の方に連絡がありまして、裁判所の判断、これは判決、決定というんですが、
仮処分の事件なので、まあ、出ましたので、取りに来てほしいということで、それであのちょっといろいろ手続きを、しまして、であの取りに行って、あのその後、この判決内容を入手して、実はあの検討に時間がかかりまして、ちょっと今日もあの、参加遅れて申し訳ありませんでした。で、あの先ほど井戸弁護士から概要があったと思うんですが、もう一回私の方から今日の判決の、概要についてお答えさせていただきます。あの一言で言って、今回の判決は私や、あるいは先ほどの井戸弁護士も含めて、普通の法律家にとってみたら狐に包まれたような判決です。と言いますのは、裁判所の判断の理由の、まあ、まあ大きく2つ分かれてまして、前半がまあやや総論部分です。どれぐらい今福島の、郡山のあたりの子どもたちがどれぐらいその被爆の危険があるかという、まあ、一般的な、判断の問題で、後半がそれを踏まえて今回の、申し立て人の子どもたちが、その避難する、権利があるのか、郡山市が避難させる義務があるかということの個別の判断ですが、で前半の、総論の判断では、まあ、さっき言いましたように、このまま、郡山市福島県に子どもたちがいては、彼らのですね、児童生徒の生命身体健康について厳しい事態の進行が懸念されると、はっきりと、被爆の危険性、健康被害の危険性について明言しました。でその後各論に入るところでですね、途端にあの、論調が変わりまして、まあ、いろんな理由をつけて結局この裁判の当事者は、避難させる、権利も、避難を求める権利もなければ郡山市には避難させる義務もないという、前半の結論と、どう結びつくのかわからないような、結論になっています。でこれがどうしてこのような結論が導かれるかについて、少しあの分析してきたところを、これから、解説させていただきます。であの判決がお手元に、決定をお手元にあるかと思うんですが、あの最初の前半部分は、この事案の概要の説明した部分で、裁判所の判断は、後半部分、ページから言いますと、6ページの失礼です、はい、8ページあたりから、裁判所の判断、この厳密には7ページの終わりから3行目ですが、裁判所の判断になってまして、ここの、メインテーマは、8ページの下から5行目、3、広告人についてというところから、この、今回の裁判のメインテーマの判断になります。で、最初はの裁判所はどういうことを言ったかというと、この、福島第一原発によって、どのような、まあ、被害、あるいは被爆が、この福島の、に住む子どもたちに、及ぼしたかについての一般的な、まあ、考察あるいは、認定を行っています。でその、認定について基本的には私どもの主張をほぼ9割9分、認定しております。具体的には、10ページの、中にうというところがあるんですが、私どもは、今回の岩松事故によって子どもたちの被害というのは、直ちに被害が起きるようなそういった健康被害ではなくて、万発性といってある程度、数年経ってから初めて被害が発生するようなそういう健康被害について、重大な懸念を持っているなということを主張していました。でそれについて、裁判所はこの10ページの上のところで詳細にこの万発性被害に障害に関しての、事実認定を私どもの主張に沿って、認定しております。で具体的には矢崎さんの、意見書をもとにしたチェルノブイリ事故との対比、これをもとにしてチェルノブイリ事故で、ね、発生した、甲状腺のですね、被害について同じような汚染地域である福島県の、ここでは郡山市ですが、同等の被害が子どもたちに発生するということを認定しています。その後、松井英介医師の、チェルノブイリのですね、甲状腺以外のさまざまな疾病に関して、
糖尿病とか心臓病等の多発に関する、この、最近ですね、日本でも出版されました、ヤブロゴフ、レポート、その、チェルノブイリの、その詳細なですね、医療事故の報告、これをもとにした、松井英介医師の報告書、これも認定して、こういった、糖尿病、甲状腺以外のたくさんの、病気、糖尿病、心臓病の多発を指摘する意見もあるということを認定しています。でさらには、今回の、甲状腺の検査の結果を踏まえて、北海道の松崎医師が、報告書を出しました。福島の児童には、被爆から数年後のチェルノブイリの甲線地域の児童に匹敵する頻度で甲状腺がんが発生して、今後もこのがんが激増する恐れがあるという指摘もあるということを、ここでも、認定しています。でこのような健康被害の、万発の健康被害が発生する恐れがあるという証拠を、認定した上 で他方で、では、実際にですね、福島県のこの郡山市の学校の空間線量とかということについても、私どもが主張した、これは神戸大学の山内教授が、実際にこちらの原告の子どもたちの学校に行って、詳細に空間線量を測定した結果、年間1ミリシーベルトの基準になるような、毎時 0.193 マイクロシーベルトの以下のところは、その測定152箇所の測定のうち1箇所しかないんだということで、もう環境省によって汚染の基準とされた 0.23 マイクロシベルトを下回ったところは9箇所に過ぎなかったという、山内報告書をここでもきちんと取り上げて認定しています。でこの空間線量においても、この小山に住む子どもたちは年間1ミリシーベルトをはるかに上回る高い線量のところに暮らしているということを裁判所は認定しています。他方で小山市がこの間ずっと主張してきた校庭の表土除去、校庭整地などの除染作業によって十分な成果が上がっているという主張に対してはこういうふうに認定しています。一定の成果を上げていることは認めるけれども、未だ十分な、これは11ページの下から10行目です。未だ十分な成果が得られるとは言えないのであるが、その主要な理由の一つとして、校庭外から飛散するガンマ線の影響が挙げられていると。これは山内健所の指摘を取り上げます。ガンマ線は100メートル以上離れたところから飛来するため、ある場所の放射線量を下げるためには、半径数百メートルの地域一帯を除染しなければならないとされており、学校周辺すなわち地域全体の除染を実施さなければ学校内の放射線量も下がらないが、除染により放射線量を下げるためには屋根瓦や側溝のコンクリート、道の浅さなどに降りついたセシウムは高圧洗浄によっても除去できないため、屋根の瓦葺きやアスファルト、コンクリートを剥がしての工事のやり直しを要するが、ガンマ線の飛来を考えると地域ぐるみの除染が必要であり、しかも除染は1回では不十分で何回もする必要があることとされている一方、除染による汚染土の仮置き場が見つからないため、やむなくこれをその地域内に置いている、各校学校内においては校庭の一面に、埋めてあるが、こうした仮置き場が容易に見つからないことが除染の作業が進まない直接な理由とされていると。でこのように除染を理由に、子どもたちの、安全を主張する小山市には、除染のむしろ限界、さまざまな、未達成の理由について裁判所は詳細に認定しています。で、このようなですね、実際にチェルノブイリ事故との対比をして健康被害を、認定し、なおかつ山内神戸大学の測定した、実際に原告が住んでいる子どもたちの学校の空間線量の、高い値を認定し、なおかつ郡山市が実施している、除染の成果が上がらない理由についても詳細に認定した上で、このように結んでいます。12ページの終わりから6行目、以上の事実によれば郡山市に対して、広告人が通っている学校は
強線量、強い線量ではないが、低線量の放射線にまだなくさらされているものと認められるから、そうした低線量の放射能に長期間にわたり継続的にさらされることによって、この広告人の子どもたちの生命、身体、健康に対する被害の発生が危惧されるところであり、チェルノブイリ原発事故に児童に発症したとされる被害状況に鑑みれば、福島第一原発付近一帯で生活居住する人々、とりわけ児童生徒の生命、身体、健康について有識時代の進行が懸念されるところであると、このようにはっきりと今回の原発事故によって子どもたちの生命、身体、健康について有識時代の進行が懸念されるときちんと認定しています。私どもはここまで認定したのは、実は一審の郡山支部ではこういった認定は全くしておらず、年間100ミリシーベルト以上でなければ健康被害の証明はないといった例の100ミリシーベルト問題を取り上げて今回の被害の問題を蹴ったわけですけれども、それに対して今回の高等裁判所の認定はこのようにはっきりと子どもたちの生命、身体、健康についての有識時代の進行が懸念されると認定してしました。でそこまで読んだところでは、私どもはもうここまで行くと、次の大体展開が読めるんですが、一応次のようなさらにこういう展開になっています。でもっとこれを、裁判所は、実は厳しい目で今の現実を把握しています。こういう言ってます。放射性物質により汚染された土壌などを、除染するため、相手方郡山市などの各地方公共団体をはじめとする各地方団体や個人などがこれまで土壌の入れ替えや漂土、剥離などに取り組み、多くの費用とさまざまな努力が傾注された結果、一定の除染の成果を上げるに至ったとはいえ、なお広範囲にわたる拡散した放射性物質を直ちに人体に無害とし、あるいはこれを完全に封じ込めるというような科学技術が未だ開発されるに至っていないことは高知の事実であり、またその大量に発生した汚染物質やこれを含む土壌などの保管を受け入れる先が乏しいこともあって、これを付近の仮置き場に保管するほかないまま経過していることから、今なお郡山市の管轄行政区域内にある各地域においては、放射性物質から放出される放射線による被曝の危険から容易に解放されない状態にあることは、上記認定の事実より明らかである。こういうふうに言いまして、郡山市では、除染の技術は、まだ完全に解放されていないし、それの、除染によって発生した土壌等ですね、保管する問題も解決しないために、引き続き郡山市に、いる限りは、放射性物質から放出される放射能による被曝の危険から容易に解放されない極めて危険な状態であることが認定できると、裁判所は言っています。まあ、これはさらに郡山市の危険性を、ため押しで、健康被害の問題だけになって、除染の限界の面についてもこういう厳しい認定をしています。でここまで認定した上で、普通であれば子どもたちの避難の問題に行くんですが、ここからが実は私どもが首をかしげる、喫煙に詰まれるようなロジックの展開がここから始まります。もう、そのまま読み上げます。もっとも郡山市の管轄行政区域においては、特に強線量の放射線被曝の恐れがあるとされているわけでも、また避難区域等として指定されているわけでもなく、今なお多くの児童生徒を含む市民が居住し生活しているところであって、上記認定にかかる相手方の郡山市の管轄行政区域における空間線量率を見る限り、そこで居住生活することにより、その居住者の年齢や健康状態などの身体状況による差異があるとしても、その生命、身体、健康に対しては放射線被害の指揮位置はないとの指摘もあり、中長期的には懸念が残るものの、現在直ちに不可逆的な悪影響を及ぼす恐れがあるとまでは
証拠上認めがたいところであると。これは先ほどは井戸弁護士や、小出さんがですね、先ほどその、子どもたちの生命身体健康について有志事態の進行が懸念されると言っておきながら、一転して今度は、その子どもたちの生命身体健康に対しては現在直ちに不可逆的な悪影響を及ぼす恐れがあるとまでは証拠上認めがたいところであるというふうな、きつい詰まるような認定を、これしています。でその後次は14ページなんですが、ここもちょっとまたロジックがよく分かりません、そのまま読ませていただきます。14ページ1行目、このように福島第一原発から流出した放射性物質から放出される低線量の放射線は、広告人が現に居住し生活する空間にあまねく存在しているのであって、広告人が現住所に居住して生活し、そこから相手方、郡山市ですね、郡山市の設置する、広告人の中学校に登校する限りは、その通学する学校外においても日夜まだんなく相当の量の放射線にさらされていることになると、まあ、これは正しい、事実です。子どもたちは学校だけだって学校外の、その、居住地域において昼夜またなく、24時間、相当量の放射線をさらされています。で実際上上記認定の、郡山市の管轄行政区域における空間線量率もですね、ここで数値を上げています。平成24年2月から25年の2月の3回の測定値を見ても、国人が平均被曝量の上限とする0.193 マイクロシーベルト毎時の倍以上である 0.41 マイクロシーベルト毎時以上に達するものであるということで、数値も非常に高いと。でこの数値を前提とする限り、広告人が通う中学校において学校生活を送ると考える8時間を除外したその世の16時間の学校外での空間生活をでの生活をした場合、被曝するものと算定される1年間の積算追加放射線量は、広告人が主張する1ミリシーベルトを3割以上も超過すると。要するに 1.3 ミリシーベルト以上の被曝を、この広告人は学校と学校外合わせたところで、年間で被曝するんだということを裁判所は認定しています。すなわちということですね、広告人は、郡山市に引き続き居住する限りは、郡山市を設置する学校施設以外の生活空間において、すでに広告人がその生命身体健康に対する被害を回避しうる上限値として主張する年間の積算被曝量、これ年間1ミリシーベルトを超える量の放射線を被曝することが避けられないことになると。したがって学校生活において被曝量の、高にかかわらず、その主張する被害を避けることができない計算となると。そして広告人において現在学校施設外での被曝量を減少させることができるような施設設備の下で日常生活を送ったり、あるいは送ることができるような状況にあるとの特別の事情も認めることができないと。そうしてみると、ここからは結論ですね、裁判所の。広告人が引き続き、郡山市に居住する限りは、その主張するような教育活動の差し止めを求めてみても、広告人が被曝線量の年間積算量の上限と主張する量、この1ミリシーベルト、この頭皮はしばらく括弧閉じるを超える空間線量の被曝を回避するという目的は達成することができず、その回避のためにはそうした空間線量率以下の地域に居住するほか通常取り得る手段はなく、そうであれば年間の積算空間線量の被曝回避を目的とする広告人主張の差し止め請求権の発生を認める余地はないというのが、裁判所の結論です。でこれを読んで、直ちに理解できる人は、天才か、まあ、気違いではありませんが、常人ではないと思われます。実は私の弁護団もこれは何言ってるのか、さっぱり分からず、先ほど井戸さんが解説していただいたと思いますが、彼が分からなければ他の人間でも分からないと思ってもいいような、ちんぷんかんぷんの、ロジックです。
どうもその私が思うには、この、今のですね、郡山市の事態は学校内における1年間の被爆量と学校外におけるその子どもが通う環境で1年間の被爆量を合計するともう優に、1ミリシーベルトを超えると、したがってもうこのようなですね、場所にいる以上は、年間1ミリシーベルト以下で教育をせよということをですね、実現することは不可能であると。不可能であるから私たちは避難させようと言ってるんだけども、不可能であるからそういうことを求める権利はないというふうに裁判所は、結論を導いたわけですね。でそこはどうしても、理解できないんですが、ただ裁判所の結論はそういうロジックです。もうここはとても人が住めるような環境じゃないから、ここで住むようなことを求める、ここで住んで教育することを求めるような権利はないということを言っているように思います。ただまあそれで完全にバッサリ切るんだと裁判所は本当にめちゃくちゃなんですが、後半でですねもう一回私どもが実は主張した問題にも一応答えています。私どもは、裁判所はそういうようなですね言い逃れをしてくることを想定して、年間1ミリベルト市以下の安全な場所で、それはもう郡山市に限らないで外でもいいから、そこに避難して教育せよという要求もしているので、それについて、次の15ページの5のところで、過去5のところで、真ん中のところでこの問題についても一応裁判所は、回答しています。でこれはある意味ではここが本命です。私どもは郡山市内で教育を工夫してやれなんてことはもう不可能ですので、そういう主張をするつもりなくて、郡山市外の、安全な場所で教育をしろということを求めているので、それに対する回答がこの15ページの5のところです。こういうふうに裁判所は言っています。次に広告人は一定の空間占領率以外の、これは1ミリシーベルト以下の学校施設における教育活動の実現を請求すると言っています。でこれについての検討したものがここです。で上記括弧4で設置したところによれば、広告人が現に居住している自宅周辺の地域を含む郡山市の管轄行政区域においては、あまねく放射性物質による放射線被曝が避けられないのであって、広告人が使用するような年間1ミリシーベルト以下という積算空間占領率の環境が確保されるような学校生活を含めた生活を送るとなると、広告人は自宅を離れた地に転居して、要するに郡山市以外の場所にですね、転居して教育活動を受けることは避けることができないと、まあ、これはまともな、ことを言っています。で広告人はそうした前提で、上記請求をするようであるがというふうに、まあ、これも、一応まともな、まあ、ようなというか、そんな周りくどいこと言ったらしろと言ってるんですけど、するようであるが、他方で郡山市は現にその設置する、この広告人の中学校で多数の生徒に教育活動を行っているものであるところ、現にその学校施設での教育を受けている生徒が、まあ、そこにおり、その教育活動を継続することが直ちにその学校の生徒の生命身体の安全を侵害するほどの危険があるとまでは認め得る証拠もないからということで、で郡山市は現在の学校施設での教育活動を継続することが直ちに不当であると言うべきものではないということを結論として導いています。でここが全くわからないんですが、さっき数ページ、12ページの前から13ページのところで、福島第一原発付近一帯で生活居住する人々、とりわけ児童生徒の生命身体健康について有志自体の進行が懸念されるところであるということを認めておきながら、郡山市では、この郡山市の現在の学校施設での教育活動を継続することは、彼らのですね、生命身体の安全を侵害するほどの危険があるとまでは認め得る証拠もないということですね。この先ほどの12ページの1行目で、主張したことと、この15ページの結論がどういう関係になるのか、先ほども小出さんがおっしゃったように、
総論とこの各論がですね、どうつながるのか、どう関係あるのか、全く、理解ができません。関連性が書いてありません。で、さらにですね、16ページで、このように言っています。で、ところで、広告人が転居する地域、まあ、転校する地域に、郡山市がですね、学校施設を開設して、そこで教育活動を施すということは、現に広告人が被っている放射線被害から解放される一つの選択肢であろうけれどもと、これは認定しています。広告人が今被っている放射線被害から解放されるための選択肢の一つとして、郡山市が、別の安全な地域に学校施設を開設して、そこで教育活動を施すことが、一つの選択肢であることを裁判所は、まあ、ある意味で初めて認定しました。ただしその後が、こういう点がなっています。そうした地、転居先の地での教育は、そうした地における教育、その地における教育機関によって行われることが原則であり、遠隔地での公的教育機関がわざわざ地元の公的教育機関を差し置いてまで別の学校施設を開設する必要があるとは言えないと。これは原則はわかるんですが、私どもは常々今は原則を言っている場合ではないと、非常時であると、この前代未聞の非常時に対してどういうふうに救済すべきかということを求めているんですが、それについては全く触れていません。原則論だけです。その上で、転居する場合には転居先での公的教育機関による教育を受けることで、その目的は十分に達することができるはずであると。で、これは自主避難ということを前提にした議論です。なぜなら、選挙先の公的教育機関による教育を受けるということは、子どもたちが自分で自主避難してそこに転校しろという意味です。しかし私どもが言っているのは、郡山市が自ら子どもたちを安全な場で教育する義務を果たせ、そのために具体的に安全な場所で学校施設を開設して、そこで教育活動を施せと言っているんだけども、その問題に対しては答えないで、転校するんだったら転校先の公的教育機関に教育を受けることで目的は十分達成できると。まるで郡山市が、転校先の公的教育機関に転校するかのような議論をしていますが、これはあくまでも子どもが自主避難することを、前提にした議論であり、全く噛み合っていません。で、これについてさらにこう言ってます。広告人はこの点について同窓の友人らをはじめとする教育環境を重視するべきであるとして、個人での自主転居、自主避難ですね、自主避難に否定的な意見を述べるが、裁判所はこう言います。本件は、広告人が現審、郡山地裁以来ですね、一貫して主張し、広告理由においても強調するように、郡山市の管轄行政区域にいる全ての児童生徒に対する教育活動に関する請求ではなくて、あくまでも広告人個人の放射線被曝を回避するため、その人格なしは安全配慮義務の履行請求権に基づく広告人個人の請求なのであるから、他の生徒の動向については当然これを侵蝕すべきものではない。としても、就学希望者やその収容能力その他の関係上、希望者全員が同一の施設で教育を受けることができるとは限らないはずであり、教育上の配慮の要請があるとは言っても、各人個別の対応を取ることさえあり得よう。もうこれもなんか、お経のような、文言で、ほとんど念仏を唱えているような、ちょっと私どもも理解はよくできません。一応続けます。従って、何が従ってか分かりませんが、広告人が主張するような集団疎開は、広告人が主張するような被爆被害を回避する一つの抜本的方策として教育行政上考慮すべき選択肢ではあろう、こういう認定はしています。なんか上げたり下げたりなのはちょっとどうしても一喜一憂しても仕方ないんですが、ここでは、初めて裁判所はこういうふうに、私どもが、直接裁判の目的はないんだけど、裁判の暴論としてですね、集団疎開というものが、
被告人をはじめとする同じような危険な環境に置かれている福島の多くの子どもたちの被爆被害を回避するための抜本的な方向性であるということを主張してきましたが、これを裁判所が自ら、一つの抜本的方策の一つとして教育上考慮すべき選択肢であるということは、認めました。しかしここからまた、けれどもというふうに文章が続きます。もとより広告人個人の請求権にかかる本件請求に関する判断の対象外というべきものであるということで、この、問題は個人については、集団避難ということを考慮することはできないと言っています。でちょっとここに関してはちょっと一言言いますと、実は広告人はですね、なぜ自主避難 しないかについて裁判所から、質問が出まして、それに対する回答をした中で、要するに、自主避難というのはお金の問題、経済的な理由の問題も大きいけれども、やっぱり友人の問題、やっぱり自分だけ一人だけですね、仲間を置いて逃げるってことができないんだと、やっぱり同じような危険にいて同じ思いをしている子どもたち仲間と一緒に逃げたいと、それが実現できるようなければ自分は自主避難できないと、でそれはあくまでも、自分だけ逃げることができないことが困難であることを説明するために言ったわけです。ところが裁判所は、そういうことをですね、自主避難が困難であるということを認めるんじゃなくて、他の友達のですね、他の人間のことを配慮して、この問題を議論してはいけないみたいなことを言うわけですね。で私どもは何も他の人間も、一緒に自主避難できるようにしろ、避難できるようにしろという要求をしたわけじゃなくて、ここでその問題になっている広告人のですね、この子供がなんで自分で逃げれないんですかというふうに裁判所に聞かれたんで、自分はこういう友達関係が非常に大事だから自主避難することができないんですよということの、その自主避難の困難な理由をルールを説明したのにもかかわらず、裁判所はそれを正面から受け止めて、だから自主避難は困難であるという認定をするんだと分かるんですけども、他の子どものことを言い出すというようなことは、この裁判の問題から外れるというようなことをですね言って、無理くりですね他の子どものことを考えることを、この裁判の事実認定から、外すみたいな言い方でですね、この、広告人がですね自主避難できない理由についての、判断をですね正面から取り上げることをしませんでした。これ非常におかしな、ちんぷんかんぷんではなくて全く不当な判断だと思います。その上でこういうふうに裁判所は結論を持っています。16ページの下から4行目です。このように広告人の主張するような放射線被害を回避するためには、現居住から転居して郡山市の管轄行政区域外に居住することを前提とするほかはなく、これはもっともです。その場合にはその転居先での公的教育機関が設置した学校施設で学校教育を受けることはことに何らの妨げもない以上、これはもう自主避難をすればいいんだという議論ですね。で、広告人の人格権に基づく、妨害排除請求として郡山市の、管轄行政区域外、要するに郡山市外の地で、郡山市に学校教育を行うことを求めることはできないんだと。で、相手方は郡山市はですね、その行政区域外に居住することにとなるものに対する関係で、引き続き教育活動の実施をすべき安全配慮義務を負うものではないということを言われます。で、なぜこの郡山市がですね、市内では教育をすることが危険な時に市外に安全なところに行って教育することが、そういう義務がないのかですね、それは安全配慮義務がないと言っているんですけども、その理由に関しては全く書いておりませんというふうに私は思います。で、結論としては郡山市は郡山市の市内がもう危険であって、その中で教育すると、子どもたちには生命身体健康に対する有志自体が、危惧されるということを認めながら、それをですね郡山市外の場所で教育をするような、そのような安全配慮義務まではないんだというふうに裁判所は認定して、こちらの主張を、退けました。で、さらに
これは保全の必要性といいまして、今回は本来 の、 裁判と違って仮処分といってですね、緊急の救済を求める裁判なので、その場合には緊急の救済を求める必要性について一応証明をする必要があります。一般的には生命身体の健康に関する危害が認められる場合には、もうこれは緊急にですね、この生命身体を守る必要があるので、わざわざそれ以上ですね、仮処分の必要性を議論する必要はないんですが、今回この点について裁判所は次のように言っています。17ページの括弧6です。真ん中から7行目ぐらいからです。上記4-5の通り、広告人が主張するような被爆を免れる環境の下での教育を受けるために、郡山市が管轄行政区域外に学校施設を設ける場合を含め、転居する以外に他に方策がないということ、これを裁判所は認めたわけですね。この安全な環境で教育をするためには、もう郡山市は市外に出て教育をするしかないんだけども、証拠によればですね、この今回の広告人の父親は広告人の居住地郡山市から通勤することができないような地に単身赴任しており、東北地方太平洋沖地震発生直後には広告人の家族もこの父親方に避難することを検討したが、広告人が友人と離れて生活することを嫌ったことなどがあり、などもあり、実現には至らないことが認められると。そうであれば、広告人が郡山市の管轄行政区域外、郡山市外のですね、安全な地に転居して被爆を免れる環境で教育を受けることには大きな支障があるとは言えず、これを困難とすべき事情は証拠上認めることができないということ。まあ、簡単に言えば、自主避難しようと思えば容易にできるんだと。したがって、この、子供がですね、自主避難できないというふうに言っているのは、まあ、理由がないんだと。要するに、まあ、簡単に言えば勝手側を言っているに過ぎないというような、そういう理屈で決定います。で、まあ、さらに、まあ、結論として、そうしてみると広告人については人格権や安全配慮義務の履行責任に基づいて教育活動を差し止めてみても、その主張する権利の保全という仮処分のですね、保全につながるものとは言えず、広告人の主張する被爆を回避するためには転居するほかないがと、これを認めているんですね。要するに被爆を回避するには郡山市にいてはいけないと、転居するしかないんだけれども、ただしその転居することについては広告人には格別の支障はあるとは認められないんだと。要するに簡単に自主避難できるんだと。しかも転居先の公的教育機関による教育を受けることも特別に妨げもないはずであるから、したがって広告人が主張するような、広告人に生ずる著しい損害や休学の危険をもたらすような被爆を避けるために、広告人が求める仮処分を、出す必要性があるとは認めることができないと。要するに自主避難すれば、この子は、容易にですね、この郡山市から安全な場所に逃げれるんだから、この裁判で仮処分で救済を求める必要性はないという、で以上からこの仮処分は認められないというのが裁判所の結論です。で、自分で2回目なんですが、1回目よりは少しは内容は理解できたんですが、まあ、まだ半分ぐらいちんぷんかんぷんな判決で、まだよく分かりません。ただ裁判所はですね、今年1月21日に3回の裁判の最終期に審理を終えまして、当初私どもは数週間で結論が出ると思っていました。まあ、2月の終わりか3月の初めにはもう結論が出ると思っていたんですが、それがここまで、さらに2ヶ月近くこの判断が出るのが伸びたというのは、まあ、おそらく裁判所の中でどういう判断を下すか、けんけんがくがくの議論があったものと思われます。で、そのけんけんがくがくの議論が、まあ、私の率直な感想としては、十分にですね、整理整頓、学校教育でいう整理整頓もですね、なさらないまま、放り出されたままですね、なんか
矛盾したものが平気でっていうか併存したまま判決の中にぶち込まれているというような印象を受けます。まあ、簡単に言うと前半のですね判決を書いた裁判官と後半の裁判判決を書いた裁判官は別人間で、ひょっとしたら2人は全く反対の結論をですね持っていたんじゃないかと。で前半の裁判官は子供を被爆させるべきだというので、有意事態だったことを認定し、後半の裁判官はとは言ってもやっぱり、子供を避難させるのはいろいろと問題があるよねっていうことでですね、結論としては子供たちを避難させないという結論をなんか、ウルトラ Q のような、ロジックをですね持ち出して判決を書いたんじゃないかと。したがって前半と後半では、支離滅裂というか、脈絡がどうしてもつかめない形になってて、でおそらくその前半後半ですね脈絡を作るために裁判官で、議論したんでしょうけども、その消しとかないけんのじゃないかって見ていった、はい、その中にちょっといいかね、あ、個人に出てあと7週、あと7週ここ8時終了だから質疑につけましょう。そういう、あ、すいません、非常に支離滅裂の内容で、ただ裁判所の中でですねこのような、判断が非常に割れた理由は、私どものですねこの疎開裁判に、期待をかける、子どもを守ってほしいというその声が非常にやっぱり大きなものになってきていると。でそれに、かけるやっぱり思いをですね裁判所は真摯に受け止めざるを得なくて、まあ、それがここまで厳しい判断をあるいは、内容がですね、非常にまあ、ある意味では期待をですね、待たせるような判断も入っているような原因になっていたように思われます。ただまあこの会場は時間がないものですから、私の説明はこれぐらいにして、質疑応答の中でまた、なんか内容を見たいと思います。はい、じゃあでは、おそらく会場に参加されている方も組織者の方々もこれはどういうことなんだというふうにさまざま思うところがあると思いますので、質疑応答に移りたいと思いますので、まず記者の方優先で、最初にお名前とご所属を言っていただいた上でご質問等をお願いします。判決の中で、年間1ミリシーベルトを認めているような文が多いんですけども、はい、それについて柳原さんのコメントをいただきたいのと、自主避難の件なんですけども、だけれどもというのが非常に多くて、自主避難ももう場所はかなり進んでいる部分で、こういうふうに判決ができてたことについて柳原さんの方のコメントをいただきたいと思っています。私どもの主張は年間1ミリシーベルトを超える場所は、子どもたちは避難すべきである、避難する権利があるという主張としているんですが、それをですね、まあ、ちょっと確かにその正面からこれが、その通りであるということをですね、明言したような文句は、まあ、ちょっと見つからないことは見つからないですが、ただ個別のですね、その空間占領に関する議論のところを見ると、やっぱり非常に年間1ミリシーベルトを超えるかどうかについて裁判所は非常に細かい議論、例えば、ですね、個別に年間1ミリシーベルトを超えていることですね、あるいは14ページ14ページの真ん中で計算式を持っていって、すぐに実際にですね被告の郡山市の主張を前提しても、年間1ミリシーベルト3割を超過することになると。でこれはもう年間1ミリシーベルトがこの一つの判断基準になるということをですね前提しないと、こんな細かい議論する、理由はないと。だから、ね、20ミリシーベルトだったらこんなことを議論しないので、まあ、そういう意味では、明言はしないけども格論を見ればもう明らかに年間1ミリシーベルトが避難するかとかですね、判断基準ということをこの裁判所に言っているというふうに理解していいと思います。そうすると、
っと国レベルの判断というのも必ず国の方でコメントしなければならないと思うんですけども、その辺はこれは地方裁判所のあくまでの判断であって、高等裁判所、高等裁判所の判断であって国の判断ではないというふうに書かれてもおかしくないというか、国のコメントとか一切ないのにこういうことを言っちゃっていいのかなという部分もあるんですけど、いかがですか。そのどういう基準だったら子どもをですね安全な場所に逃がすかどうかについての、こういうその何て言うかな、子どもを避難させるべきですね判断基準に関しては直接法律があるわけじゃないんですね。まあ、いろんな形で安全基準ってあるけども、子どもをその逃がすための判断基準は法令があるわけじゃなくて、ある意味では法令、既存の法令の解釈から判断基準をですね、導くしかないので、その解釈として裁判所が初めて今回面会準備指名ってことをですねやっぱり前提に議論していることを、言っているというふうに理解していいと思うんです。じゃあ国のコメントはまだない、国側のコメント、その面会準備指名に関してのコメントは国からは今ない、今はないということです。とりあえずない、今回の裁判は国が被告じゃなくて、高齢ましってこともありまして、はい、国からのコメントは特に裁判では出されていないし、はい、裁判外でも特にこれについてはコメントがないと思うので、はい、そういう意味ではコメントは国はないというふうに、一応公にはこういうふうに出たということに関しては、出たということですね。これについてはぜひ国がですね、どういう思うのか、はい、前回住民指名とですね、基準に、その子どもの避難をですね、考えるんじゃないかというふうな裁判所の考え方をですね、国はどう受け止めるのか、ぜひやっぱり聞きたいところであります。ありがとうございます。あと自主避難でしたっけ、自主避難に関しての。もう一回お尋ねを。いろいろ自主避難に関して、判決文の方でコメントをされているんですけども、する、しない、いいです、時間がないんで、次の方、やっていいですか。はい。週刊契約になるそうですけれど、もうすでにこれ、おっしゃったかもしれないんですけど、上告はなさるでしょうか。もう一点はですね、現状のままじゃ極めてまずいということを認定した以上、高齢市及び福島市、あるいは首都圏の橋場関連もですね、当然教育行政の何らか の変化があってしかるべきだと思うんですけど、それは現時点では期待できるでしょうか。その点でいかがでしょうか。上告に関しては一応これ仮処分の上告手続きが可能なんですが、まだ、この裁判当事者の方々とは、意見を聞いてないので、するかしないかはまだ今の時点で未定です。で、他のちょっともう一回2番目のお尋ねをちょっともう一回お聞きしたいんですけど、現状じゃこれまずいということを認めたわけなんで、だったらば今の教育行政をどうするかということで、これをしないし福島市とか被爆の問題になっているところの行政に教育行政の変化がこれで期待できるかどうかということの考えです。今のお尋ねは非常に、私どももこの裁判のですね、もし、長所というか、良さを考えるんだったら、司法手続きで子どもの避難を求めるのはいろいろな理由があって難しいけども、行政のですね、措置として集団避難ことをですね、やるのは子どもの被爆を回避する。特にもう子どもは福島の場所にいては、被爆を回避することはできないということで、女性も負けがないし、やっぱり別の場所に逃げることが、抜本的な選択肢だというふうに言ってられますので、そこはある意味ではこれは裁判所が行政に突きつけた、宣言というか、判断というか、要するに地方上の救済は困難だけども、行政上の救済によってこれは解決できるから、行政上はです、行政府は、国あるいは地方自治体は、その問題をですね、真摯に受け止めてほしいというふうにこの判決は読むことが可能です。で、それを、あとは国、地方自治体がどう読むかですが、あるいは私ども市民が、そこの自治体にする市民がこの判決をそのように読み直して、もう一回ですね、各市町村に対してこの判決を踏まえて、行政はきちんと子どもを逃がせということをですね、要求することによって、今のその、各、市町村ごとに、この避難をですね、実現できる取り組みに、その前に進むように、私ども市民が努力することによって、また新たな期待ができるかと考えています。他にいらっしゃいますでしょうか。
裁裁判についてインターネットで調べたんですけれども、内部被曝について の議論というのをされていたと思うんですけれども、今回ちょっと聞きたいんですけれども、まあ、農業をやっているものでどうしても質問チームですね、それの、害というのが気になりまして、わずかな量でも水化学効果といって非常に蓄積されていって害が出てくるという、そういう、まあ、東太郎さんが書かれてますね。そういったのを、まあ、非常に問題視しております。その点裁判の方でどのように議論がされたのかなというのを知りたいんですけれども。言ってみますか。ストロンチウムの危険性については、矢ヶ崎勝馬さんからですね、それについて のデータをですね、元に、その危険性もですね、きちんとチェルノブイリ事故とも対比しながら、その意見書を書いていただきまして、それは提出済みです。特に今この判決の中では、証拠には、いちいち出てきませんけども、裁判所もそれを踏まえて、今回の非常に厳しいですね、被爆時の健康被害の危険性をですね、認定する前提の一つとして、証拠の一つとしてこの今のストロンチウムの問題もですね、基礎になっているというふうに私どもは理解しています。今回相手が郡山市だったんで、ちょっとあれなんですけども、僕としては国の方に訴えて、そのストロンチウムの食品測定を、義務化してやってほしいなと思ってるんですけども、そういった訴えっていうのはされてるんでしょうか。私どもは子どものですね、やっぱその被爆を命を守るための裁判なので、やっぱそこにちょっと特化するというか、それが裁判の、まあ、根拠でもなり目的でもあるので、ちょっとそれ以外のことはですね、ちょっとまたちょっとその裁判のやり方が違ってくるので、一応お話や その必要性は分かるんですけども、ちょっと阻害裁判の子どものとは別の形でですね、取り組むことが必要になると思います。それはそれで、きちんと受け止めて、検討したと思っています。山崎さん、電話でなく、話したいって。いや、もう喋って。もうしました。終わったですか。いや、よかったね。井戸さんだけ。ちょっと、iPhone 借りますね。よし、ちょっと待って。iPhone ちょっと仕入れて。さっき誰だっけ？あ、iPhone。忙しいな。いいでしょう。すいません、二問目さんです。憲法の話になってしまうんですが、ちょっと確認なんですが、この裁判の中で争われているものは、憲法26条の1項と13条25条ということですが、それは、生存権 と、国民安全に教育を受ける権利をということで、争っていたということで、確認なんですが、お願いします。ここに書いてある、はい、通りですね、はい、まあ、一番大きいのは26条で、はい、国は国あるいはその自治体は子どもを安全な環境で教育する、義務を負ってて、子どもの方には安全な環境で教育する権利を持っているから、それをちゃんと、実施しろというか、で、まあ、さらにはその根本には、13条25条により生命や生存に対する、まあ、権利を保障されているということを、まあ、ダメ押しなんですけども、まあ、より総論的なもので、こういうことを言いました。ちょっと私、憲法のことよく分からないんですけど、健康で、最低限度の文化的生活を送るっていう条項が、ね、あれ何条だったか、私も今後に25条です。あ、25条です。すみません、ありがとうございます。はい、はい、他にいらっしゃいますか。ど素人なんですけれども、あってはならないことなんですが、この裁判却下されたことで疎開ができなかった子どもたちに体に不調が出たときに、この裁判を起こしたことで郡山市に
この時却下したことで、より責任を追及できるっていうか、数年後に子供に体に不調が出た時に、そこら辺の責任を追及できるのか、それともお父さんの単身赴任先に自主避難をしなかったからという形で逃げられてしまうのか、ちょっとその辺が気になったんですけど、ね、今の問題は自主避難のですね、問題をどう評価するかと関わってくるんですけども、私どもは、本来国やあるいは自治体は子どもを安全な場所で教育する、あるいは子どもを安全な場所で、守るその義務を負っているんだから、仮にですね、自主避難ができようができまいが、それに関わりなく自分たちはその安全な環境で子どもを守る義務があるんだから、その義務を果たさなかったこと自体が責任が問われるので、子どもが容易に自主避難できるからそれをしなかったのは子どもが悪いというような、もう議論ではないというのをずっとしてきているんです。で、今回の判決はそこを実は逃げているんです。子どもたちは自主避難できる、この子はできるんだから、もうわざわざ、裁判所がこの判決で小山氏にその義務を認める必要ないという言い方をしているんだけども、そこは明らかにちょっとこの判決おかしいところで、実はそのところがこの後もですね、今おっしゃるように健康被害が起きた後にこれに対する責任追及の時に、いや、あんた自分で逃げれたんだから逃げなかったのが悪いんだよという議論は当然出てきます。で、そこでやっぱり自主避難をするしなかったことをめぐる評価の問題が出てきて、また同じ問題がそこで蒸し返すと思いますけども、ちょっとここは実はそういう意味では非常にこの判決はおかしいところというか、要するに子どもが自主避難できるんだったらもう裁判で救済を入れてもらえないよという言い方をするのは、明らかにおかしいと思いますので、実は今おっしゃるような懸念はですね、この判決の後もですね、ずっと続くので、この点はちょっとやっぱおかしいということを言っていきたいと思っています。